やもうめっちゃいい天気。このブルーインパルス見たかったな。HNTV ジオキャッシング。はい、こんにちは、英健です。いつも英健 TV を見ていただきありがとうございます。すんごいサングラスとマスクと帽子でもう最高の不審者ですね。はい、やってきましたのがここですね、稲荷神社ですね、福島市の、ど真ん中にある、大きい神社ですね。ちょっと、まあ、近くにあの用事がありまして、来たんですけども、あのちょっと時間ができましたんで、いやちょっとやっぱり喋りづらいで、以前にはもうあのここのキャッシュは、もう探してます。で、こうやって、まあ、ちょっと久しぶりにここに来ましたんで、このキャッシュ今どうなってるのかなとちょっと、気になってですね、さっきアプリ見てみたらですね、要メンテナンスっていう風に、なってましたんで、あらなくなってるのかなとちょっと思いましたので、まあ私ここのオーナーではないですけども、まあ、ちょっと確認をしてみようかなと思ってきました。まずね、ちゃんとねお参りしてね、お邪魔しますとしていきましょう。お邪魔します。はい、あのね、やっぱりこう新型コロナ感染症対策のため、鈴緒の使用は当分の間ご遠慮願いますと。で、キャッシュがあるのはですね、こっちのお稲荷さんの方じゃなくて、もう一個ちょっとねこっちの方にね、あるんですね。ごめん、やっぱマスク外す。よし、はい。はい、じゃあここ、こっちの方にあのアプリじゃない、キャッシュあるはずなんですけども、古峰神社っていう方になりますね。ちょっとまたじゃあ、 あのお参りしてですね、お邪魔してみましょう。今なんか落ちてった、虫も落ちてった。お邪魔します。ちょっと確認してみます。あれどこにあったっけ。そこっちじゃないっけ、だっけか。多分あった。ちょっと熊の巣だね。あれ違うか、ないかな。あらこれないかもしんない、もしかすると本当かな。はい、ちょっとね iPhone、動かしてます。これでねちょっとね中見てみますね。これなくなっちゃってんのかな、本当に。見てみたんだけど今ないね。あーないね。ないな。こっちから見ます。どうこれ、ありそう。あれあったんだけどな、これなくなってる。ちょっとね、やっぱりないかな、なくなっちゃったかな。まあしょうがないですね。今ちょっとまあ見てみた感じだとないんで、アプリの方で、ノートとしてですね、ちょっと見つかりませんでしたっていうことを、書いておこうかなと思いますね。はい、はい、そしたらはい、まあまだね
全然ちょっと1時間ぐらいまだ時間が空いてますんで、もうせっかくですからね、この辺ちょっとですね、キャッシュイントラッシュアウトですね、したいと思います。ちょっとゴミ拾いしていきましょう、よし、これね、はい、ゴミ拾いと言って今ちょっとざっと見てみた感じですけども、思ったほどねゴミは落ちてないですけどね。ちょっとはいカメラ置いて、まあ、細かいゴミですねちょっと拾っていきますね。こんなもんです。全然少ないですね。それでもまあ多少なりともね綺麗になるのはねいいことですね。気持ちいいですよね。あとはどこがいいかな。はい、この辺も行きます。ここ駐車場だ。よし、まだまだ全然ねこんなもんですね。まあ、そこねやっぱりゴミあるね。撮ってる、大丈夫だね。あとはどうだろう、やっぱ目立つのはさタバコの吸い殻だな。ここ世良修造さんの、お墓ですね。さてなんかそろそろ一周してるかな。そうそう、ブルーインパルスといえばですね、福島市上空もね飛んだことがあるんですよね。いつだったっけかな、2013年の6月だったかな。いやあの時のはねすんごい感動したね。もう涙までは流さなかったけどもね、泣くぐらいちょっと嬉しい出来事でしたね。だから今回の東京のあの飛行もねすごい喜んだ人多いみたいで良かったと思いますね。はい、でかいゴミ、ここゴミ捨て場じゃないよね。こんなもんかな。動画見ていただきありがとうございます。キャッシュ、一つ確認しに来ましたけどちょっとなかったですね、残念です。あとキャッシュにトラッシュやると、やりました。こんな感じでどんどん、綺麗になっていけばいいかなと思ってやってますんで、はい、これからもまたよろしくお願いします。じゃあ次の動画楽しみにしててください。ありがとうございます。